黒い聖母は、一般に黒い聖母マリア及び聖母子のが、像。山形県鶴岡市鶴岡カトリック教会展主堂の黒い聖母像制が、像がただ単に黒ずんだものもあるが、キリスト教信仰以前に、オリエント一体、また分けると文化圏に広まっていた、第一母神信仰が吸収されたものとも言われる。マグダラのマリアを信仰する、グノーシス主義キリスト教の一派は、特徴として、 黒い聖母マリア像を持っていたとされる。また、芥川龍之介の短編作品には、国威聖母という名で登場し、不気味なモチーフとして扱われる。マリアがイエスを抱きかかえている、山形県鶴岡市にある、鶴岡カトリック教会天主堂の祭壇に飾られている。1903年に天主堂ができた記念に、フランスのルマンディ州ドーバーラ・デディブランでの、 デリブランド修道院から寄贈されたもので、ノートルダムドラ・デリブランで聖堂にある黒い聖母像の複製として、フランスで作られた木の芯に石膏を被せたものである。日本にある黒い聖母像は、この一体のみである。ヤスナグラの聖母、ポーランドヤスナグラの聖母、モンセラートの聖母、カタルーニャグアダルーペの聖母、メキシコル・ピュイの聖母、フランス・ロカマドゥールの聖母。 フランスフランスの作曲家、フランシス・プーランクに、ロカマドゥールの黒い聖母への連、等と題された、合唱曲があるロレートの聖母、イタリアアーゲムの聖母コリア。ありがとうございます。